男はいつだって恋に命がけなんだよ。俺は死んでも一生二人のことは忘れないから。ダメだ、このままじゃ殺人だ。助けさせてくれ。ダメだよ、たとえ死んでもあいつは本望だ、本望なんだよ。ゴーさん、何言ってんだよ、サトシ死んじゃうよ。恋に身を焦がして命を落とすなら、それは男として最高の死に方なんだよ。俺はサトシに死んでほしくねえんだよ。サトシ死なねえよ。来る、サクラは絶対来るんだよ。現実見ようよ、もう14時超えてるだろう。なんてこった。終わった。あいつ。さくら。来た。なんでだよ。マサヒトも来たぞ。マサヒト。さくらさん。サトシ君、何バカなことやってんの。バカとはなんだ。ボウさん。さくらさん、いいんだ、俺は別にどうなってもいいんだ。なぜならさくらさんとお話できたから。この思い出を人生で一番大切な思い出にしたいんだ。バカ、今女子と話せていることは奇跡なんだよ。さくらさんのおかげなんだよ。サトシ君、私ね、嬉しかったんだよ、単純に好きって言ってくれた時。さくらさん。なのに死ぬって言われた時本当にムカついたの。なぜだかわかる？あなたが私を好きでいてくれるっていうことと、あなたが死のうとすることは私には何の関係もないのに、あなたは私に死ぬって言うから。意味不明でしょ。あなた私にこう言ったのよ、俺と付き合わないなら俺は死ぬって。あれはただ思いをなすりつける独りよがりの告白よ。こんなことまでして、こんなに時間かけて、こんなに愚かで素敵な告白されたの初めてよ。でも男の美徳なんて知らないし、あなたとは付き合えないの、ごめんなさい。ごめんなさい、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 ごめんな、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。出して、助けて。え？死なないの？死なないよ。振られたんだから。
助けてよ。作戦通りなんだ。え？作戦通りなんだ。意図はなくても、おう、まさひと、られるかな、作戦通りなんだ。もっと近く、何が作戦通りなんだよ。そこだ、おい、お前らがあの後行っちゃったから、それだけでいい、死んだ。